どうもこんにちは。現場エミュレーターを作るの続きを今日見ていこうと思います。前回ですね、8ビット論理演算命令だったかな、これ。日本語訳すると。の実装が終わりました。奇跡的にはい。で、今日から、上から見ていくと、この16ビットの計算命令はすでに実装済みなので、ビットオペレーショ,ーションズインストラクションズ、ビット,ビット命令ですね。 の実装をしていこうと思いますでまずはビットからですねビットというのな何だかわからないんですけどはいやっていこうと思います U3 っていう新しいやつが出てきたのでこれはなんじゃということなんですけど、えっと、レジスター R8 のビット U3 をテストしビットが設定されていない場合は0フラグを設定します。 3ビットっていうか u 三ビットってことなのかなこっちは HL ですけど HL インダクト HL の方のやつなので、まあ、これしかないんですけど U3 ってどっかにあったよな U3 という定義が確かどっかにあったのであ U3 めっちゃ使うなあった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 。 3ビットアンサインドインテジャーコンスタントなんで0から7の固定値ということっぽいですねそれとビット演算をしろということっぽいですね、えー、テストしというのはどういうことなんだろうなビットが設定されていない場合は0フラグを設定しますだから アン,ドをアンドを取ってアンドの逆アンドをとってゼロになるかどうかということかなでいいんだろうか。ちょっととりあえずそれでやってみようか。はい。じゃあまずビットというところを探しに行きますか。はい。ビットここですね。はい。 でー r ゼ0のー r ゼ0がああなるほどこうなってんだあなるほどね0から7っていうのが直接入ってんだねで a r 1っていうのがえっ、ー、とこれかえっ、ー、と b c d イン d i r ックス h l なんでビット命令こっちで見た方がいいやビット命令 うわビットめっちゃあるあーなるほどあこれ初の初かな初の CB 命令じゃないえっ、ー、とビットの 0B0C0D から始まってえっ、ー、とこっちが1 b 一 1, 1 d みたいな感じでなってますねこれは全部実装する実装じゃないかテストする必要なさそうなんで 局局局あのしょっていこうかなと思いますけどビットに関しては他には記載がないあこれか何ビット目見ろってことかあそうだね <laughs> 何ビット目見てそこが 1, 1立ってるかどうかっていう判断をしなさいってことかそうだねそういうことだセットザゼロフラグ if ビットノットセットだからそうだね そこのビットが立ってるかどうかを見りゃいいっていうことですね。なんだなんだ、そういうことだ。あ、理解しました。はい、ということなので、ARG0 の、ARG0 どうしようかな。マッチで、ここマッチで書くしかないね。えっ、ー、と、レッドバリューで、えっ、ー、と、マッチするってことは、例えばここは、ARG0 が0だった場合というときですね。 これがね、これだった場合は、えっ、ー、と、0ビット目なんで、1ですね。つまり、1を0ビット動かしたものっていうのが、えっ、ー、と、マスクになるんですね。で、arg1 の get value で、セルフで取ってきたあ、ちょっと待って、これ、オフオフオフ。オフオフ。はい。OKOK。 レットバリューで取ってきたものというのが A レジスターだったり B レジスターだったりっていうデータの値になるんでこれがバリューになりますと。でこのバリューとマスクをアンドしてあげると所定の場所0して ARG0 が0だったら ARG0 が0だったら1だったら2だったらっていうふうに考えるとそこのビットだけの情報にこれでなりますと。レッドのマスク ドになるとはいでえっ、ー、とこれがマスク度が0だった場合は0フラグが立つよということなんで、えー、とセルフのアップデートキャリーアップデートフラグスで、えー、とマスク度を渡してあげれば単純に中でマスク度は、えー、と1か0に 0かそれ以外の値にしかならないはずなのでえっ、ー、と、えー、これで大丈夫なはずですねなのでここだけマッチにしてあげないといけないかなっていうことです。マッチでアーグ0の場合であっとそうねまあしょうがないか。これ やるかえっ、ー、とこの場合はあ0ロからやりたいね0だったら1えっ、ー、と一を0ビット動かしたものという意味にしたいんですねで他のところは234567かな012234567と。 そしたらここが1234567ですねはいそうするとこれこれがゼこれが0これが 0B の000の0000001ですねはい二進数表記だと こうなると1ビットずらすとね1ビットずれてるんでこうなりますとで000の00ああ0100となってって最終ここが1000の0000になるはずなのでうんえっとこのこの変換が必要ですとでこの変換が必要なところが結構いっぱいあるので えとね、このアンスコゼロっていうのをインストラクションの方で見に行ってみようかはいこのアンスコゼロカンマってやつが多分結構あるでしょあここにもあるしああこ,これはまずいねえっ、ー、と3とかにした方がいいか27個こっちは関係ないなそんなにないかセットとレスとビット3つあるんで今のところ3回書か,かなきゃいけないので これをなんとかゲットバリュー的な感じにしたいなという思いが若干あります。はい。えっ、ー、とまあこれをやるとマスクが取れてマスクとアンドをしてということでい,いいんじゃないかなこれで。うんビットはこんな感じだと思う。ちゅうことでテスト。テストはテストはえっ、ー、とビットでいいんだけどめちゃくちゃ大量に出るんでえっ、ー、とあ違った。 めち 16×416×4 個出るんでめちゃくちゃな量, <laughs> 量です64個出ちゃう出ちゃったのでえー、とねどうしようか一旦全コピーしていらないのを消していきましょうかよいしょとあロード そんなそんな7 6 5 4 3 2 1ロとはいとんと丸コピーしてはい CPU の方ですとよし全部やる必要は絶対ないのでえー、っとね えっと、H とか L とかね、イン d i レクト h l と A, A でいいか。イン d i レクト h l と A でいいでしょう。じゃあ、他のを消す。はい。これ消して。A とイン d i レクト h l 他のを消す。はい。A とイン d i レクト h l で、他のを消すと。 これ8回やんなきゃいけないかめんどくさ、はいと。まあやる意味はあるんだけどねここが違うからねあのオペレーションが違うんで一応ちゃんと呼ばれてるかちゃんと適切な命令としてあの解釈されてるかどうかっていうのが一応あるのであんまり消したい。 ところではないんですが、ちょっと量が多すぎる。一 b はい、ここまで消して A, インディレクトエイチエルで L D C B まで消あ B まで消していいのかな。はいこんな感じでゼロのインディレクトエイチエルと一のインディレクトエイチエルと A 二の三の四の 5の6の7のというところまでで、OK、かな、うんそしたらここで、えー、イネーブルコ,コパイロットやりましょうあそういえばあの昨日ちらっと話した GPT-4O の話なんですけどあれまだあの音声の直接的なやり取りあの,あのなんだっけ はまだでできないいみたいですねあとが画像をこうカメラで見せてみたのもまだできないみたいで今プラス有料会員になってる人に関しては 4o が使えるんですけどチャット GPT 今までの使い方と一緒で画像をアップロードしたり、えー、とテキスト入力でやったりっていうことがだけができるみたいなんであんまりあの,あのデモでやったようなことはまだこれから 順次オープンみたいな感じっっぽかったですねなんで試せてないんですけどでもめっちゃ早い <laughs> めちゃくちゃレスポンスが速くなったんであれえっ、ー、とダメだビットのやつをやってくんないんで CPU うと、ん、あーそっかあそっかこれはここの値と0ビット目を見る命令だからえー、どうしようかな どううしようかなまあ0でいいかい、まあ、とりあえず1にしとくか1にしとけばえっと0あゼロにしといたら0フラグが立つよっていうことなんだねああちょっとテストが多すぎるな一旦これでえっと16個フェイルしてる 0a もあインダレクト hl ダメだったなえー あ,ああ、うん、ゼロにしといたらあれアンドしてあダメだと言われてしまったななんでだろうこれは取ってくれていかよかったはずなんだけどなよいしょはいテストをしてみますがえっ、ー、とレフトとライトで一一1 1 1 <laughs> どこだこれどこのこと言ってんだ29122912 29でああプログラムカウンターが間違ってると言われてますねえー、っとビットは2ビット命令だからに進んでいいはずなんですけどビットおっとっと,とビット命令の 出力が間違ってたかなおっと、これは新しいバグだぞ。バグかもしれんぞ。えー、っと、この場合はインストラクション見ればいいのか。インストラクションのゲットバイト的な命令が下にあったはずなんで、ここですね。ここで、あ、さっきのビットの、あれでよかったか。ビット命令の、はい、えー、っと、これか。 デレックス六四のところあ四六か四六はこれはえっ、ー、とインストレーションプレフィックスドがフォールスンの時は一なんですけど、うん、あプレフィックスドとして認識されてないということかプレフィックスドが認識されていれば二になるはずなんで。 えとプレフィックス度として認識されてないっぽい動きですねえー、っとこれがプレフィックス度命令ですよねノットプレフィックス度あ違った違う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 こっちがプレフィックス度命令かなうんフロムバイトプレフィックスの方を呼び出しているところがおかしいんじゃないかな そうだよねと。frombyte を呼び出しているはずなので、プレフィックス d かどうかはここで渡してますよと。渡されたやつを、を、を、あ、デスクリプションで出してるけど、これ関係ないか。ふーっと、とっとっとと、あ、これか。インサクション byte と、 をもらってきてるんですがここは多分間違えているんだと思いますねそうかこれをちょっとテスト回してこっちで直接呼び出してみりゃいいのかアサート EQ でこれねでインストラクションバイトが 0x46 でプレフィックスが true だった場合は 0 x 0 0ロ2になってくれるはずなんはずだったんだけどこれがうまくいっていないということな気がしないね2913で落ちたからえっとんででしょうかとあらインストラクションバイトこれがフォールスだったら おかしくなるんだけど。あ。そうか。<laughs> そ,うかそ,うかそうか、そうか、そうか。そうか。ライトバイトで 0x000 に、えっと 0xcb を書いておいて、その後に書かなきゃいけないんだ。ね。だからだ。そうだわ。わかった。 そしたらここは結局3になんなきゃいけないのかなはえっとおあんんんとお一1913は2が正しいとおっしゃってるんですけど2じゃないよね。 いやこれ何が起きてんのか分かんねえなでもこれ CB 命令がちゃんと動いてないっていうことだと思うんだけどえー、っといやここ絶対3だろう3になってくれ,るくれるはずなんだけどそうはなっておらずそしてそしてこのこれでインダレクト HL っていうかビット命令が動いてんのかってことだよね。 おーっとなんかだいぶだいぶだいぶなミスがあるっぽいような感じがするけどちょっと待ったこれエグゼキュートあいやいいのかエグゼキュートを呼び出しているところを見に行けばよくてえー、っと ここでプログラムカウンタープラス1して読んでるから別にいいのか。インストラクションバイト。待ってよ、これ。待ってよ。いや、これセルフ PC プラス1はここでいいんだけど、うんと、セルフ PC プラスイコール1をしとかなきゃいけないんじゃないのここで。 ね、そうしないと c e 読んだ値が正しくてもえっ、ー、とかかでおかしくなるよ、ね、これこれでやったとしてもここでプラス1しとかなかったら CB の次を読みに行っちゃうから結局えっ、ー、と この46を読みに行ってしまうのでプラスイコール1をしとかないとまずいような気がするあプレフィックス度だったらねプレフィックスドだったらプラスイコール1をしてえっ、ー、とリードバイトをするとインストラクションバイトが取れるんで取れたインストラクションバイトに対して計算をかけるとでそうだねでかつえっ、ー、と ラッピングアットで追加するやつっていうのは CB を抜かした値なので、えー、これでプラス2されて結局3になるということでこれが合ってるでしょう合ってなかった <laughs> ああてた出てたえっ、ー、と0フラグが、えー、トゥルーになってほしいのにフォールスに今なってるのかなそうだね0フラグが今0フラグが トゥルーになってほしいのにフォールスだぞと怒ってらっしゃるのでこれはまたおかしいなとこれはビット命令のビット命令のバグかなと思うんでここでパニックを起こすようにしてみよっかえっとマスクドバリューはこれとマスクドとじゃあえっと えとマ,スクマスクが、えー、とこれで、えー、とバリューがこれでしたということで、えー、とマスクとバリューをパニックで出すということにしてみますそしたらまあパニックが起きるんでパニックの内容出るでしょ、はい、マスクとバリュー1マスクが1でバリューが203 203はおかしいだろう。203はおかしいでしょう。インダイレクト HL か。間違えてた。はい。インダイレクト HL だった。インダイレクト HL だから、えっ、ー、と、インダイレクト HL か。アーグス、あ、だからこれ、アーグスなくていい、いいのか。うん 46の四六でインダイレクト HL あれちょっと待ってあ二2か分かったあこれいらないんだ2っていうのはそもそも CB を含んだ2かこれそうだね RLC の B って書いてあるだけだしこっちは 0の B って書いてあるけどどっちも内包されたやつだから1ビット命令なんだね CB 抜かせばだからだからリードバイトとかは発生するわけはなくてで00にしておけばよくてこれは2になるべきものなんだな 2になるべきものなんだ2になるべきものなんだけどあそこで1足してるからそれはそれでおかしいぞとただリードネクストバイトとかやる時はあれだとまずいからやっぱ1足さなきゃいけなくてちょっと待って調整がめんどくさいな今かなりパッチ的に <laughs> パッチ的にやってますけどエグゼキュートのところでエグゼキュート呼び出してるとこか でここでプラス1してるからえっ、ー、とプレフィックス d バリューだったらマイナス1しなきゃいけないんだねここで1足しちゃってるからうんそんなことや,やる <laughs> でもリードネクストバイトとか動かすためには絶対必要だからえー、と これがバリュー、えー、レッドのアット分と。だかアットを追加したいんだけどプラスであ出た。あ出たというかプレフィックスだったらマイナス1して、えー、それ以外だったら0ですよということを。 ここうかちょっとあのえっ、ー、とコンプリーション聞いちゃったけどこんな感じですね多分ねそうするとバリューがゼロになるからうん合ってるはずですねいやーそっかこ,こ出力が間違ってたんだななのでえっ、ー、とどあパ,パニックを消せばいいのかビット命令のところに行って でうーんとこうしてあげればテストは通らないテストが通らないんだけどハーフキャリーとキャ,キャリーとハーフキャリーがハーフキャリーなんで立っちゃったなんか別の命令呼び出されてんな。 これ別の命令が呼び出されてますね。あれいや、ビット呼び出されてたよね。あれなんで <laughs> えー、なんで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 アップデートフラグスの中で、ああハーフ距離1立つって書いてんじゃん。マジでそうなのちょっと待って。 ビッハーフキャリー1ですね。必ず1立つ,立つんだ。ああよかった。じゃあハーフキャリーは必ず1立つということになっているっぽいので合ってました。よかった。っていうかアップデートフラグスでやっててよかったわ。はい。なのでこうですね。あオ OK。OK。時間がかかったんで。っていうかもうこの出力がちょっと間違えてたんで CB に対応しなきゃいけないということが判明してしまったので。 ちょっとこれ以降のテストは、うん、手動で直しつつかな手動で直しつつかなんかちょっともう一回出すかちょっと考えてやっていこうと思いますあとパッチ的に当てたエグゼキュートとかステップの処理についてはまあ多分いいんですけどちょっと考えたいところが若干あるのでうん、なんかいい方法思いついたら 直すとと <laughs> この辺ちちょっと気持ち悪いからなもうそもそもインストラクションバイトの中身の構成で、えっと、そもそも引いておくとかし,たしといた方がいいかもしれないね。プレフィックスがトゥルーだったらマイナス1した値を足すという返すということにしといた方がいい,いいっちゃいいような気も若干するのでちょっとその辺考えておこうと思います。ということで今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録高評価お願いします。では